アポロ公式ポッドキャスト、パワーポッドキャストの作り方は、コンテンツで世界を元気に、ブルーポイントインフォーマーケティングの提供でお送りします。こんにちは、ポロです。今日はですね、音声コンテンツこそ新時代のマーケティングというテーマでお話していきます。ポッドキャストにせよ、オーディオブックにせよですね、もう近年急速に市場が拡大していて、まあ、これはですね、もうこの時代の流れを反映していると。 いうことが、ね、読み取れるんですよねでなんでそういうふうになってるかっていうとこの音声が持つ、まあ、独特の強みっていうところが大きく影響してるんじゃないかなと思うんですよ。音声の最大のメリットっていうのはながら聞きができるっていうのが、まあ、最大のメリットなわけですね。今は本当に時間の奪い合いが起こってるので、まあ、この時代背景を見ていくってことがすごく大事なんですよね。例えば10年前とか今ほどこんなに情報が氾濫してなかったですし発信者もそんなにいない。 そしてプラットフォームもそんなになかったわけですね。だから人々はそんなにいろんなものに時間を奪われるってことはなかったわけですよ。でも今の時代って本当にね、数多くの発信者がいて、しかもプラットフォームもね、たくさんありますよね。Facebook 見たり、Instagram 見たり、Twitter 見たりとか、ブログ読んだり、YouTube 見たりとかね、その他マイナーな媒体も含めていろんなものを見てるし、まあ、日常生活もですね、いろいろ忙しいので、とにかく時間がない人が多いわけですね。だからやっぱりその、 問題を解消するために音声っていうのを聞くわけです。本を読むにしても一冊本読むのってめちゃくちゃ時間かかるじゃないですか。でも音声だったら隙間時間でね、本を聞くことができるし、動画に関してもそうですね。動画ってずっと見てないといけないから、時間を奪われちゃうわけですよ。僕も最近ですね、エベン・ペーガンっていう人の、まあ、えー、プログラムを買ったんですけど、ものすごいですね、ボリュームのコンテンツがあって、全部消化しきれるかなっていうふうにね、思うぐらい、とてつもないボリュームなわけですよ。 もしそれがですね、すごくいいコンテンツだったとしても、消化しきれないっていう理由で見てもらえなかったら、当然価値を感じてもらえない。価値を感じてもらえないので、信頼構築にもならないわけですね。動画って、すごくいいっていうふうに、ね、思ってる人も多いかもしれないんですけど、確かに動画ってすごく、まあ、強力なのは間違いないです。ただ、ちょっと思い返してみてほしいんですけど、例えば、セールスレターでね、まあ、動画だけを貼ってあるセールスレターとかランディングページって、まあ、増えてきたと思うんですけど、 あれ見ますか僕見ないんですけどね。時間がもったいないから。だから文字で書いてくれて、概要だけバーって読めた方が、逆に親切というか、もう動画が貼ってある時点で見ないみたいなね、感じになってしまうので、まあ、見ない人も多いんじゃないかなと思うんですね。で、これクリエイター側の立場、作り手の立場になって考えてもですね、動画を作るってやっぱりいろいろ準備が必要になるわけですよ。スライドを作ったり編集したりとかね。っていうことが必要になってくるわけです。 ですけど、まあ、音声っていうのはこう簡単にこう吹き込んでね、それだけで終わりなんで、もちろん編集はすることはあるかもしれないけども、動画に比べると編集のね、まあそのやるべきことっていうのは少ないので、作業量は圧倒的に減るわけですね。だからクリエイター側、発信側にとっても、音声っていうのはすごく都合がいいわけです。僕もそのね、エベン・ペーガンとか、まあ彼だけじゃないですけど、いろんなコンテンツ買って、とにかくボリュームが多すぎて、まあ、消化しきれない。 状態なんですけど、これってなんか、例えば車運転しているときとかにね、聞きたいなって思ったりするんですけど、でも動画だから、外で Wi-Fi のないところで、ね、音声だけ聞いて、動画をつけて、ポケットにね、スマホを入れて、音声だけとして聞いたとしてもですね、やっぱりデータを大量に消費するんで、外でやっぱやりづらいわけですね。すぐにデータの上限に達してしまうとか、あるし、動画のコンテンツっていうのは、 やっぱりその音声に最適化されてないところもあって、音がちっちゃかったりとかね、聞こえにくかったりするんで、外でいろいろ騒音があるとこだと、何言ってるのか全然聞こえないみたいなことがよくあるんですね。だからやっぱりこう、音声っていうのはすごく都合がいいわけです。だからこそ、それが反映されて、まあ、ポッドキャストにしろ、まあオーディオブックにしろね、市場がこれだけ伸びてきてるかだと思うんですよ。アメリカの情報だと、Gen Z ですね、まあネレーション t i Z、今10代の、まあ、ティーンエイジャーたちが、まあ、主流ですけど、 彼らが最もね、ポッドキャストを聞いてるというふうに言われてるんですね。いろんな世代ありますけど、どの世代が一番ポッドキャストを聞いてるかっていうと、ジェンズ D なわけですね。だからもう動画疲れとかも起こってるし、まあそういう音声っていうところにね、やっぱり今後需要がますます増えていくっていうのは新しい世代を見ていてもね、わかると思うんですよ。だから間違いなくこれから伸びてくるってことが言えますし、ね、えー、その作り手にとっても非常に作りやすい音声コンテンツっていうのはね、 音声吹き込むだけだから、本当に作業量が小さくて済むわけですね。一生懸命作って何時間もかけて動画作ってね、YouTube に出しても視聴回数5回とかだったらね、もったいないわけじゃないですか。だったら5分、10分でポッドキャスト撮ってね、入って出した方がいいわけですよ。しかも、日本に関して言えば特にそうですけど、ポッドキャストとか、まあオーディオブックとかもそうですけど、参入者が圧倒的に少ないわけですね。だから、まあ見つけてもらいやすいし、しかも繰り返しね、聞いてもらえる。自分がユーザーの立場になったときに、まあさっきの僕の そのコンテンツ消規化しきれないってのもそうですけど、ユーザーの立場になった時に、やっぱりね、時間がない中で、じゃあどうやってインプットしようと思ったら、本とか読むとするじゃないですか。だけどこれすごい時間かかるなってなって、動画を見たら見たでやっぱ時間かかるし、動画ってこうずっと集中が続かないから途中で集中が切れてスマホいじり出したりとかね、してしまって結局頭に入らないとかって、ね、なってしまう。だったらこう音声でなんかね、いつでもとにかく隙間時間とか、ながら作業しながら聞けたらいいなって、 いうふうに感じると思うんですよだから今後、そういうなんかインプットしたいとかっていう人は、ね、ますますこう音声をね、取り入れていくだろうし。で、その動画コンテンツに関してもですね、まあ、エベンのやつもそうなんですけど、まあ、全部が全部そうじゃないですけど、あのただ彼が立ってて、喋ってるだけみたいな動画って、特に海外系のコンテンツって多いんですけど、そのまあインストラクターとかね、まあ、そのコンテンツの作り手がただ棒立ちっていうんですか、まあ、カメラの前に立ってただ喋ってるだけ、スライドもないしみたいな、文字もあんまり出てこないしみたいな。 動画コンテンテツって多いんですよ。でもそれってもう音声でよくねって思うんですね。だって別に見ててもただその喋り手がこう動いて喋ってるだけだから、まあ時間を奪われちゃうわけですよ。だったらもう音声でもね、それ、まあ成り立つんだったらもう音声にしてあげた方がね、むしろ親切というか、ね、変に時間を奪わないわけだし、ひたすらその人が立って喋ってるのを聞いてるだけみたいなのって、まあもったいないわけですね。だからそういったところも考えていくと、やっぱり まあ、有料コンテンツにしろ、無料コンテンツにしろ、やっぱり音声っていうものの需要はですね、間違いなく伸びていくと思うんですよ。今、あなたがいろね、まあ、インプットとかしてる中で、やっぱり時間が足りないってあると思うんですね。人生がどんどん複雑化していって、そういう情報もね、ものすごく増えましたよね。それこそ10年前と今比べるだけでも、相当情報の数って増えたと思うんですよ。そんな中で、いる情報、いらない情報とかを自分で選別していかないと、とにかくそのすべての情報をね、キャッチすることはできない。しかもそれを効率的にやっていかないと。 いけないわけですね。限られた時間、1日24時間で、インプットだけじゃないですからね、僕たちがやってることって。当然、商品作ったり、情報発信したり、まあ、その他も雑務とかね、人に会ったりもあるし、あとはまあプライベートな家族との時間とかも必要になったりとかするし、ってなると、もう時間が全然足りないんですよね。でも、音声っていうのは、音声を聞くことによって時間が倍になるわけですよ。同じ1時間でも2つのことが同時にできる。何か作業するっていうことと、音声を聞くっていうことができるわけだから、まあ、 時間が倍に増えると考えてもいいわけですよ。一度に2つのことができるわけだから。持ち時間が48時間に増えるみたいな。厳密には48時間じゃないですけど、まあ、倍に増えるというふうに考えてもいいと思うんですね。だから時間がない現代人だからこそ、やっぱりそういう音声コンテンツの需要が増えてきているわけですね。音声で聞きたいっていう、まあその声で聞きたいっていう、ね、人もいるとは思うんですけど、やっぱり一番大きなところは時間の問題だと思うんですよ。だからこそやっぱりそうやって、ね、えー、音声を 聞く人が増えてきてる。ポッドキャストにせよ、オーディオブックにせよ、市場がものすごい勢いで拡大してきてるっていうのは、まさにそういうことだと思うんですよ。だから、個人企業家とか、まあ中小企業もそうですけど、絶対に音声っていうのはやっておいた方がいいんですね。まあ、見つけてもらいやすいっていうのもあるし、相手と接触して、聞いてもらえるっていうのはあるわけですね。まあ、さっきも言ったみたいに、動画で例えばいいものを作ったりとか、ね、文章で何かいいものを作っても、時間ないから見るのをやめたってなっちゃったら、ね、まあ当然何も、 相手はね、自分の話を聞いてくれなくなるんで、少しでも話を聞いてもらおうと思うんであれば、相手の時間を奪わない形、できる限り奪わない形でやっていく必要があると。であれば、やっぱり音声がね、一番都合が良かったりするわけですね。まさにさっきのセールスレターじゃないですけど、動画セールスレターとか、もう動画がピッて貼ってあって何も書いてなかったらもう見ないみたいなね。時間がもったいないしみたいな。しかも、物によって何分間の動画かもわからないようなものもあるわけですね。ってなるとこ、これ見たらね、 大量の時間無断するかもしれないなと思ったらもう見ないとかね、なってしまうんで。であれば、ね、音声にすれば、音声だったらまあちょっと隙間時間に聞こうかなとか、だから聞きしようかなみたいなことで聞いてもらうことができたりするわけです。だから今後、まあそういう集客とかマーケティングとかやっていく上で、絶対音声っていうのは、まあ世の中のニーズ的に必要になってくるんで、これだけもう時間が足りない、時間の奪い合いが起こっているような現状を見ていてもですね、間違いなくそういった需要っていうのがね、伸びてくるのは、まあ 明白なので、なので、まあ、ポッドキャストにしろ、オーディオブックにしろ、あるいは自分の有料コンテンツの中で売る音声コンテンツにしろ、そういったものもですね、必ず作っていった方がいいわけですね。自分がユーザーの立場になってみて、本当にしみじみと思うのはですね、とにかくコンテンツを見る時間が足りないっていうことなんで、まあ、音声がですね、それを解決してくれる、まあ、一つの手段であるんでね。なので、まあ、自分の見込み客のためにもなるし、まあ、自分も作りやすいっていうのもあってね、自分のためにもなるし。 なので、音声コンテンツっていうのは絶対やっておいた方がいいですし、これからはそういう集客方法、やっぱりみんな見ないとか、すぐに集中力が切れるとかね、すぐに離脱するとか、そもそも見てもらえないっていうところをクリアする。のであれば、絶対にこの音声コンテンツっていうのはね、やらないと厳しいんじゃないかなと思うんですね。なので、まだ音声やってない人はですね、今すぐにでも始めることをお勧めします。